魚津市選挙管理委員会です。あ、もしもし。はい。私堀と申しますけども。はい。今魚津市議会議員選挙ってやってますよね。はい。で、ちょっと選挙違反というかね、ちょっと疑いのあるものをちょっと見つけたので、ちょっとお電話したんですけども。はい。はい。はい、松倉勇さんっていう方が立候補されてると思うんですけど、はい、その方Facebook で、はい、広告出してるんですよ。はい。松倉勇後援会っていうところ、多分政治団体だと思うんですけど、はい、そこが僕 Facebook やってて、で昨日だったかな、ちょっと昨日なんですけどの、午後2時ぐらいですかねにFacebook 開いたら、その松倉勇さんの、松倉勇をよろしくお願いいたしますとか、魚津市議会議員選挙の告示日ですとかっていうことを書いてある、まあその投稿ですね。投稿の、ところに、広告って書いてあったんですよ。はい。うん。で、その Facebook 広告って言うんですけど、それ。で、それって、お金かかるじゃないですか。お金かかるんですよ。有料なんですよ。はい。で、確か、公職選挙法で、その、はい、選挙運動で、その有料インターネット広告って、確か禁止されてませんでしたっけ？はい。なので、私、Facebook 広告というものに全く明るくないんですけれども、はい。はい、はい。Facebook 広告っていうのは、要するにその Facebook を見てる、Facebook って多分ご存知だと思うんですけど、その Facebook っていうのを開くと、要するにいろんな、お店とかですね、の、広告がたまにこう、表示されるというものなんですけど、はい。で、そうやって、まあ、お金出せば個人でもできるし、うん、っていうものなんですよ。なので、まあ、それでその Facebook 広告ということで、そのお金を出して、でその選挙運動というかね、その選挙、まあ、魚津選挙やってますって、松倉勇候補者をよろしくお願いいたしますっていうのはね、うん、まあ、そういう選挙事務所とかも書いてあるので。なるほど。有料インターネット広告を売っているということですね。そうです、そうです。有料、うん、確かそうですね。その公職選挙法では禁止されてますよね。ですね、そうですね。確認団体に限り認められているというか、ね。あ、確認団体っていうことは国政政党の関係ですよね。まあそうですね。はい。ですよね。ああ、そしたらその後援会っていうのは全くそれには当たらないですよね。確認団体ではないですね。そうですね。通常当たらないので大丈夫です。うん、そうです。当たらないです。まあ普通の政治団体というかね。はい、そうですよね。だから、ちょっと分かりました。そしたら、はい、アカウントがその後援会名、松倉勇後援会になっているという。はい、はい。まあ、普通に開くと、その広告っていうのが見えないので、はい、どうすればいいのかなとかって思うんですけど、一応僕、iPhone なんですけど、その iPhone の画面撮ったものは一応あるんですよ。その広告っていうのが表示されてるものですね。はい。はい。まあ、でもどういうふうに調べるのかわかんないですけど、まあ、要はお金を、まあ、一応 Facebook にお金を払っていると思うので、その、はい、広告って。はい。うん。なので、まあ、そこを調べたら多分わかるのかなとかって思いながら。あ、わかりました。ちょっとじゃあ調べてみたいと思います。すいません、どうもありがとうございます。はい、はい、よろしくお願いします。はい、失礼いたします。はい。はい、はい、ということで、魚津市議会議員選挙で松倉勇さんのフェイスブック広告ですね、フェイスブックのその有料広告に関してその選挙違反じゃないかっていうことで、今選挙管理委員会、魚津市の選挙管理委員会に、ただいま電話してみました。こんな感じでね、電話してみました。まあまあ、その選挙管理委員会によく選管って言ったりするんですけど、その選管の方のおっしゃる感じでは、まあ、この Facebook の有料広告は選挙違反ですね。うん、もうもうほぼ確定って感じなので、まあまあ、調べて、まあ、いただけるということで、選挙出られる方ねは特にとか、その選挙をお手伝いされる方ね、ボランティアとかね、お手伝いされる方は、まあ、こういう公職選挙法ね、公職選挙法ってものがあるので、公職、まあ最近テレビでもね、ちょっと出てきてると思うんですよね。そのウグイス嬢への、報酬とかね、あれも公職選挙法なので、っていうのもね、これを、まあ、これに違反することを選挙違反とかって言うんですけど、まあ、もう一度言いますけど、その魚津市のね、選挙管理委員会に今電話して、ね、言ったら、あ、それ違反だねっていう感じでしたよね。なので、まあ、あとは、まあ、魚津のね、選挙管理委員会に任せようかなと思います。これね。まあ、別に僕は、その、松倉勇さんを貶めようとかそういうことは全く思ってないです。だってこの人誰って感じだから。誰多分魚津市民の方だと思うんですけど、誰って感じだから、現職であってもね、僕知らないからね、別に何の恨みもないし、ただそのルールは守ろうねっていうこと、公職選挙法っていうこういうね法律があるから、ルールを守ってね、公平に選挙をやりましょうって、選挙やりましょうっていうことを言いたいわけ。よろしければチャンネル登録よろしくお願いします。それではありがとうございました。堀光道でした。